はい、皆さんこんにちは、住まいと不動産の相談室、YouTube を、始めようと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、 YouTube でやるにあたって、はい、まあ、いろいろな皆様の相談、まあ、ラジオでもね1年間いろいろやりましたけども、 その中でまあいろんな相談が、来てる中で、YouTube なのでいろいろこうピックアップして、はい、それぞれの動画にしていこうかなというふうに思っておりますので、はいはい、ぜひよろしくお願いします、はい、お願いします。まあ、今この感染症のね、これが、ウイルスがまあ約1年半、ね、はい、なってなかなか収まりそうで収まらないですね、はい、のが続いてるんですが、住宅とそれから不動産について、はいはいはい、この、1年半で何か大きく変わったことはありますか、はい、という、うん、はいはい、結構二極化が進んでますね、はいはいはい、いわゆる高額物件も売れてます、うんうん、高額売れてるんですよ、高額物件が、うん、まあですから逆にこういう状況になったからかもしれないですけどね、うん、はい、意外にまあ、特定な場所、うん、特定のその物件はですね、うん、結構値段が、うん、まあ、結構というか結構いいお値段がついてても売れてるんですよね、うん、数はでも少ないんですけど、はい、売れてるんですよ。それはなんか某国のお金持ち もあるかもしれないですし、まあ多分世の中がこの感染症の影響で非常に、まあ、こういう状況でも変わりなく、収入を得られている方々と、ほうほうほう、非常に影響を受けた方々に分かれているだと思うんですよ。なるほどね。で逆にそのさっきの話の続きですけども、うん、まあ、当然のことながら、金額的に安い物件、はいはい、まあ、逆に言うとその安くても買えるような商品が開発されたりとか、うんうんうん、まあ、不動産だったらその不動産のこの価格を抑えるための切り方とかね、うんうんうん、いろんなことをして業者さんが工夫しているのもあるんですけど、はいはい、買いやすいように、はい、片やそちらの面はそういう努力をして、うん、で片や今申し上げた高額の物件は、うん、変わらず売れてると。売れてる、まあ、岡山ですから、都会みたいなことはないですけども、うん、まあ、都会でも、東京やなんかでもね高額物件は未だよく売れてる状態、うんうん、それも値が下がらないと、うん、で片やその、非常に影響を受けている場所もあると、うんうん、まあ、多分それが顕著になったのがここ1年なんじゃないですかね。なんかちょっと意外な感じですけどね、うん、いや、いびつだと思います。普通の形ではないんですよね。で、まあ、内山さんが言われたように1年少し経った中で過程かもしれない、その途中の過程なのかもしれないですね。これからもっと形が変わってくるのかもしれないんですけども、まあ、昔話をするのもあれですけど、こう真ん中の層がどん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 なくなってるんですよ、はいはい、中間層が、うんうんうん、私たちがこの業界に入った三十数年前と一番大きく変わってるのはそのミドル層が全くなくなって、うんうんうん、まあ、高額なものが買える人たちがやはりより安く、うん、より買いやすいものになっていくという形で、もう完全な二極化ですね。ってことは、うん、今、まあ、2021年の、まあ、今4月ですけど、はいはい、今の時点での、はいはい、まあ、ちょっとそういう不動産、まあ、住宅もひっくるめてそういう購入っていうのは時期的にはこう買い時なんですか、それともちょっとこう様子見、二面性あるんですよね。はい、まあ、その売れてるものはなぜ売れてるかというとこう、まあ、よく聞かれたことがあると思うんですが、金融政策をいろいろ国がしてるんですよね。7、8年ぐらい前から日銀の金融緩和政策と、でこれってお金を持ってる人がよりお金が増える政策なので、それからね、お金を持っててもお金借りた方が得みたいな状況ですから、そういう意味で金額が
固定化されてる、うんうんうん、物価が下がらないというか、まあ、物価上げたいという政策ですから、はい、いう状況 でかつその以前もラジオでもお話してましたけども国がいろんな支援策を出しているので、うんまあ、これは経済を良くするためにやりたいということが相まっているので、購入する環境はとてもいい、おあの買う人にとってはですよ、金利が安いとか、はいはい、それから国の補助金や、はい、それからいろんな、なんですかね、支援策が出てますからね、うんうんうん、そういう意味じゃまあ、悪くない、うんうんうん、ただし、まあ、住宅ローンから借りる方はそうですけどもこれ長く払っていかないといけないので、仕事が安定してかつ持続可能な収入が得られないといけないんですから、うんうんうん、そういう意味じゃ当然この今感染症が広がっている中で影響を受けている方もたくさんいらっしゃるので、ですから買える環境は整っているけれども買える人たちは限られているみたいな感じですかね、うんうんだから買い時かという質問に対してはちょっとね、うん、答えとしては適切かどうか分かんないですけどあまあその、はい、一寸先は夢じゃないですけどね、うん、まあそのそ 今儲かってても、まあ、何があるか分からないから、うん、そこをこうそのリスクを、まあ、踏まえた上でもまあいいんじゃないいいかなって思う人はそう、ね、まあ買ってもいいけど、ね、まあちょっと先が読めないなっていう人は、うんまあ、今環境が整ってるからといってなんかこう、まあ、安易に考えると、うん、その不動産の今の状況がどうかっていう以前にその自分の、まあ、お仕事とかそういうこともそうだ、ねまあ、別の問題ですね別の問題としてっていうことですね、ただまあ普通に例えばそれなり あのお家賃を払って、うんうん借家でねお住みの方がいらっしゃってある程度預金もあると、うんまあ、それから仕事もまあ、比較的影響を受けにくい仕事、うんうん、逆にこういう時に感染症の関係なくで必要な仕事であるというような方の場合は逆に非常にお得感も出たりしますしね、以前もお話ししてたように、まあ、家賃っていうのはね、うん、どの程度それが考え方としていつでも辞めれるし、うんうん、住み替えれるっていうのがいいという話もあれば、うん逆に物価だからね物は古くなるのに高くなるみたいな、うんいうこともあるし、まあ、ちょっとこう考え方によって変わると思うんですけど、なるほどね住宅ローンに関しては本当にまあ借りやすいのは間違いないし、うんまあ、審査的なものもね、うん、特定な職業の方以外は比較的緩い感じはしますね、うん、なるほど、じゃああれですねちょっと次の次回の動画は、うんうん、そのちょっと審査みたいな今の現状での審査みたいな、ねはい、ちょっとそこ深掘り、はい動画で、 そうですね、やろうと思います。はい、はい、わかりました。それでは、はいこの動画がいいねと思ったら、いいねボタン、もしくはチャンネル登録こっちですか。はい、チャンネル登録、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、それではありがとうございました。どうした。